道の区国部アマデラは宮城県仙台市若林区白萩町にある総統州の寺院。正式名称は国部二寺。三号は五国山。本尊は聖観世音菩薩。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に建立された国分寺のうち道の区国国部アマデラの後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に 古代寺院跡である道の区国分はまでら跡についても解説する。天平十三年の聖武天皇の御事との折で創建された国分はまでらの寺元を継ぐと伝える寺院である。道の区国分寺から東約700メートルの地に位置し、現在の境内一帯は古代の国分はまでらの遺構と重複する。現在の国分はまでらの自伝では元は天台宗であったというが、 中世には荒廃していた。中世末期に一帯を支配した国武士によって、国武総事と共に再建され、元気元年に名夜盆札を賞により再興された際に、総当週に改めている。江戸時代には、先代藩主の伊達家から保護を受け、以後現在まで宝刀を伝承する。なお、現在の境内墓地には、慶長六年に天寺で自決したという我が軍領主の我が忠地か。 主従の墓が残る。土壇古代の国部山寺の遺構は、現寺院とおおむね重複する。一帯が市街地化していることもあり地域、ガラン配置は明らかでないが、現境内の北方に観音塚と称される土壇があり、これが近藤の遺構になると推測されている。この土壇には、礎石発酷が残り、昭和39年の発掘調査により桁行、行雪五県。 はり島の規模を持つことが明らかとなった。一帯では河原、弾じき、杖木などが多く出土し、その内河原は掃除のものと同じ形式のものであるため、天寺と掃除は同時期の創建になると推測されている。なお、古代の天寺の衰退時期を推察する文献としては、水崎条略4年8月5日上において、道の区の国部北家寺が転倒し、 収蔵を検討したという記事が知られる、道の区国部アマデラートに関するカテゴリありがとうございます。